はい、どうも皆さん、こんにちは。トマチャンネルのトマです。このチャンネルでは、現役エンジニアのトマが、電気電子工学に関連する技術解説を行います。学校で学ぶあんなことやこんなことが、社会でどう生きるのか、知ってもらうきっかけとなれば幸いです。ご興味のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。こんにちは、トマです。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。今回のテーマは、アンテナです。アンテナは身近なところでたくさん使われています。例えば、パソコン、スマホ、テレビ、ラジオなどの電気機器が挙げられます。その他にも、ビザ、スイカといったタッチ決済、さらにユニクロのセルフレジにも使われています。アンテナは私たちの生活の基盤を支えるあらゆる製品やサービスで使われています。この動画では、テレビ用のアンテナをハンガーを使って制作し、映像が映るか実験してみます。さらにアンテナの種類や原理についても紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。アンテナの語源について調べてみました。アンテナの語源はラテン語のようです。ラテン語の元々の意味はホゲタです。ホゲタとは、帆を張る水平の棒のことです。アンテナは1本または2本の棒で、電波を発信または受信する機器です。そして昆虫の触覚も2本あり、触覚は人や物の変化を感知する機能があります。これらの共通点から、英語で昆虫の触覚を意味するアンテナになったと言われています。ちなみに英語でアリはアントなので、アンテナと関係がありそうです。アンテナといっても様々な種類が存在します。テレビ用の受信用で使われるヤギウダアンテナ、アマチュア無線で使用されるディスコーンアンテナ、携帯、スマホなどの携帯用無線機で使用される逆 F 型アンテナ、そして車の AM ラジオ、FM ラジオの受信用として使われるヘリカルアンテナがあります。これらのアンテナの基盤となるのがダイポールアンテナです。先ほど説明した昆虫の触覚とよく似ています。この動画では、このダイポールアンテナにフォーカスして説明を続けていきます。意外と知られていませんが、コンデンサーの働きとアンテナの原理はよく似ています。ここに一つのコンデンサーがあります。このコンデンサーに交流信号を引火することを考えます。そして交流信号の符号を図のようにすると、プラスからマイナスに電解 E が発生します。これは高校で物理を習ったことがある方は馴染みがあると思います。次に交流信号の符号を反転します。反転すると電解 E の方向が先ほどと逆になります。つまりコンデンサーに交流信号を引火すると電極には交互に変化する電解 E が発生します。次に先ほどのコンデンサーの電極を少し開きます。この開いた状態で交流信号を引火すると、電解 E の大きさに応じた磁界エッジが発生します。さらにコンデンサーの電極を開くと、電極は電波を飛ばすアンテナとして働きます。そしてコンデンサーの電極を開いた構造がダイポールアンテナと同じになることがわかります。この電解と磁界の関係については、マクスウェル方程式を理解する必要があります。この動画ではコンデンサーの電極を開いた構造がダイポールアンテナと同じになることが理解できれば OK です。ダイポールアンテナを作るにあたってスカイツリーから送信される地デジ放送の周波数を理解する必要があります。地デジ放送の周波数はこの表のデジタルテレビ放送に該当します。周波数は 470MHz から 710MHz です。東京の場合、放送局とチャンネル、周波数の関係はこのようになります。地デジ放送の周波数割り当ては 470MHz から 710MHz なので 240MHz の帯域幅になっていますが、この表から東京で使用されている周波数帯域幅としては NHK 総合が約 557MHz、東京 MX が約 491MHz なので 66MHz となっており、地デジ放送に割り当てられている
240MHz の帯域幅の3分の1以下で運用されているようです。次に周波数とダイポールアンテナの関連性について見ていきます。周波数には波長といって波の長さがあります。この波の長さとダイポールアンテナの長さが一致すると電波を受信できるようになります。そしてダイポールアンテナの長さは波長の半分の長さである2分のラムダにするとより強い電波を受信できるようになります。ダイポールアンテナの原理について理解できたので早速アンテナを作っていきましょう。それではダイソーで購入したこちらの同軸ケーブルをアンテナに加工します。このケーブルは左右でコネクタの構造が異なります。こちら側のコネクタは内側に溝がついています。この溝がついているコネクタをテレビ側に接続します。反対側のコネクタの内側には溝がありません。こちらをニッパーやカッターで切断します。カッターを使ってこのように外側の白い被覆を剥いていきます。長さは2センチから3センチを目安にカットしましょう。被覆を剥がすとこのような網線が出てきます。この網線を下げると下からアルミホイルのようなものが出てきます。このアルミホイルをカッターを使って剥いていきます。次にこのアルミホイルと網線をくるくる回して寄り線にしていきます。アルミホイルの下には白い樹脂が見えます。この樹脂をカットしてケーブルの芯線を出します。長さは1センチぐらいを目安にカットしましょう。カッターでの作業が難しい方はニッパーを使いましょう。その際に芯線を切らないように注意しましょう。次にハンガーを用意します。ハンガーは樹脂ではなく針金のものを使用してください。これをラジオペンチでねじれている部分を取り、長さが15センチになるようにメジャーで測りカットします。針金は2本必要です。次に先ほど加工した同軸ケーブルと針金をハンダ付けします。もう一方の網線にもハンダ付けしたいのですが、この網線の材料はアルミのようです。アルミなのでハンダが付きませんでした。ハンダ付けができないのでクリップで固定します。それでは製作したアンテナをライト VNA を用いて測定します。ライト VNA について詳しく知りたい方はこちらの動画を参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。ライト VNA の測定結果はこちらです。黄色は S11 のリターンロスをログマグで表し、青色は S11 のスミスチャートです。東京 MX 以外の周波数はこの3つのマーカーで網羅されています。アンテナの周波数特性としては VSWR で 2.0 以下であれば良好とされています。 VSWR で 2.0 以下をリターンロスであるログマグに変換すると約 10dB 以下になります。このグラフからリターンロスの値が 10dB 以下になっていない箇所があるので、アンテナ性能としてはイマイチです。リターンロスを改善するためにアンテナの長さを15センチから12センチにします。その結果がこちらです。3つのマーカーのリターンロスが 10dB 以下になっており、アンテナの長さを短くすることでリターンロスが改善されていることがわかります。なぜこのような結果になったかはここでは割愛させていただきますが、要因は2つあります。1つ目はインピーダンスの不整合によるもので、2つ目はハンガーの針金を覆っている絶縁体、そして同軸ケーブルを覆っている絶縁体です。絶縁体は誘電率が高く、誘電体の中を電波が伝播する際は波長が短くなるからです。何ですか？重いな。これ一年中食べられる。ありがとう。沖縄県知事浸透しよう。警察は他にも42畳分の空気を排出できるんです。のこの
てに行われました。投票は午前7時から行われていて、午後4時現在投票。それでは最後にアンテナの長さ、つまり波長の重要性について実験します。同軸ケーブルの芯線部分を延長したジグを用意します。右側にある黒い棒は地デジ放送のレベルをブーストした信号を出力するアンテナです。この実験をするためには強いレベルの電波が必要だからです。この実験で使用するアンテナはダイポールアンテナではなくモノポールアンテナです。モノポールアンテナはアンテナ素子が1本です。これがアンテナ素子です。これを短くしていくとテレビの映像がどうなるか見ていきます。容疑者です。特捜部は組織委員会元理事の容疑者におよそ6900万円の賄賂を出した疑い、中角川の元吉原俊幸容疑者ら2人、今日新たに会長の角川容疑者を逮捕しました。吉原容疑者らが短くなると映像が映らなくなりました。テレビが映らなくなったということは電波が受信できていないということです。この結果からアンテナの長さと波長には関連性があることがわかります。とても面白い結果ですね。これは簡単な実験なので皆さんも試してみてください。ということで本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が参考になったよという方は高評価をお願いします。またこのような電気電子に関連する情報を配信しているので気になる方はチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。トマチャンネルでは電気電子工学に関する様々な動画を配信しています。役に立ったらぜひチャンネル登録をお願いします。